吉田さん、水買っちゃいましたかあのペットボトルの水ってその何ですか富士山の湧き水とかって書いてありますよねでもあれよくよくね調べてみると富士山の湧き水の含有量が100%ではないんですよね確かね1%ぐらいでいいらしいんですよつまりペットボトルの水があったとしたらほんのちょびっと富士山の水が入ったらあとは水道水で はい、富士山の水ですっていうふうにセールスできるそうなんですよねこれは一体って感じでしょう、うんあとねなんかこの果汁100%ジュースみたいなのありますよねなんかこう1リットルの紙パックに入っててでオレンジ100とか書いてあってねで98円みたいな安いですよねいやあれのからくりってのはあの商品名がオレンジ100なんですよ別に100%オレンジで作ってますよっていうことじゃないんですよ でしかもオレンジの皮を絞ってそのエキスがちょっと入ってる砂糖水ってことらしいですブドウも似たようなもんですリンゴもねそう考えていくと「いやー100%だから健康にいいね」とか飲んじゃってますけどもね商品名であるってことに私たちも気づかないといけないかなっていうところがありますそれからねウォーターサーバーを散々パラやってきて私は分かったんですけどもウォーターサーバーの水の水質ですけども水道水以下なんですねこれはね えー、というのがね水道水の安全基準ってかなり高いわけですよでウォーターサーバーの水の基準はそれに比べるとそんなに高くないんですよね、まあ、ですんで水質という意味で言うと水道水の方が抜群なんですよ実はペットボトルの水の中に東京の水道水っていう商品があるのをご存知ですかね東京の水道水を入れたペットボトルの水がもう確かね10年ぐらい前に発売されて売れてるんですよねいや不思議ですよね それからコストコに行ってコストコのなんかオリジナル水ってあるんですよ、うん、あれもねラベルに水道水って書いてるんですよでもあのペットボトルの水買ってきてミネラルウォーターだーみたいな感じで飲んでるんですけどね見たら水道水なんですよトリックですねうん私たちはいろんな思い込みの中に暮らしてるとその思い込みをビジネスにしてる人もいるということかなと思いますねまあでも吉田さん 買買わなないものをううようになりますね、確かにね、うん、なんかね、それはある意味以前はお金がないから手間や時間をかけてお金を使わないようにしていたてところをお金を使うことによって時間や手間暇をなんかねヘッジしてるっていうことでもあるのかなと思いますね。うん、確かにね、まあ、いろんな判断考え方が変わってきますよね。 でそこにつけ込むようにいろんなビジネスがあるわけですよ。例えばね健康のために将来のためにこのサプリメントを飲んでどきましょうって言ってね40代ぐらいで飲み始めると40代50代60代70代と40年間やられるわけなんですよで。結果が分かるのはその頃でしょ。まあ、そこまで続けてればなんですけども結局サプリメントって2年3年飲んで効果がよくわかんないからだんだん飽きてきてやめるみたいな感じ。 もしくは別の商品に切り替えるみたいな感じですよねサプリメントも結局何なんでしょうかね、うん、普段の生活がいい加減でサプリメントでつけを払うってことはできないと思うんで結局は普段の生活水準にサプリメントプラスアルファでサプリメントの効果なんて本当にプラス1%ぐらいのもんなんじゃないかなというふうな気がしますけどねさあこれからどんな思い込みに私たちは巻き込まれるんでしょうか今日も行ってきます